こんにちは、デリシキッチンです。本日はチーズケーキグラタンを作っていきましょう。まずはボウルにマスカルポーネ 100g、 クリームチーズ 100g、 お砂糖 30g、 蜂蜜大さじ1、薄力粉 10g、 レモン果汁小さじ1を入れてさっくりとかき混ぜていきましょう。こちらを耐熱皿に入れていきます。生地を慣らしていきましょう。そうしましたら160度に予熱したオーブンで30分焼いたら完成です。いかがでしたでしょうか。 Thanks for watching. See you next time. Bye bye.